玄海灘は九州の北西部に広がる海域である。大陸方が広がり、津島海流が流れて世界有数の魚場として知られる。玄は暗い黒いという意味である。玄海灘のことを略して玄海とも呼ぶ。これは玄海灘の省略記法でもあり、海を意味する漢字が複数使用される玄海灘は五気であるとされている。古くは 限界用とも書かれ、これを略して、限用という呼び方もあり、学校や団体の名称に使われる例がある。最も一般的な範囲として、福岡県宗方市の金の岬から滋賀島、糸島半島、唐津湾を経て、佐賀県唐津市の東松浦半島までの九州の海岸から沖合は、大島、千島、沖ノ島、長崎県の域。 津島までの海域を指すとされる。海上保安庁が発行する日本の水路寿司でも、蒸気範囲で掲載されている。東方は、響き灘に接し、西方は、東シナ海、北方は、日本海に連なる。一方で、東端を恩賀川、川口まで、西端を、平戸海峡までとすることもある。なお、山口県沖日本海の三島沖の島行き島。 北西端後島列島沖の知らせの間に基線が設定されており、これより南東側は海洋法上日本の内水とみなされ、玄海などのほとんどの範囲は日本の内海または領海となっている。南側はすべて水深200メートル以上の大陸法である。南西から北東に向かって津島海流が流れている。新世代になってから、 日本列島の原型が形成された頃は、日本海は巨大な湖で、その当時は朝鮮半島と陸続きであった。そして、第4期の頃に玄海灘にあたる海域が形成されたとされる。この玄海どには未知なる海底断層が存在していると見られて、福岡市の警護断層に関係する可能性が指摘されており、学術機関で研究や調査がなされている。 九州、山口沿岸部の気候は温暖であるが、冬は日本海側気候の特徴が現れる。北西の季節風と津島海流の影響で雲が発生するため洞天の日が多く、沿岸部に雨、雪を降らせることもある。津島海流が流れ、世界有数の漁場として知られる。金崎港、博多漁港、唐津港、呼ぶ湖港などにおいては、多くの魚介類が水揚げされる。 ありがとうございます。